NBA ドラフト2024が現地時間26日、27日、日本時間27日、28日の2日間にわたって行われた。NCAA 一部のネブラスカ大を卒業した日本代表、富永啓生23が指名されることはなかった。今後は日本代表としてパリ五輪で存在感を示して、 その後は NBA 参加の G リーグでのプレイ機会を得るなど、2A 契約から NBA 本契約を目指すことになる。写真、富永啓生にそっくりと話題に、ユニフォーム姿でボールを持つ女性をお笑いタレント。2日間にわたって行われた NBA ドラフト2024だったが、富永の名前が呼ばれることはなかった。今期の富永はネブラスカ大をカンファレンス3位に導き、 10年ぶりとなるカートーナメント出場に貢献。チームはンカートーナメント初戦敗退となってしまったが、トーナメント期間中に開催されたスリーピースコンテストで見事優勝を果たして、NBA 入りに向けてアピールした。シーズン後にはキングズ、クリッパーズ、ブルズの練習に参加。自分のストロングポイントを出せたと手応えを得たが、 NBA ドラフト前のショーケースとなるコンバインには招待されなかった。ドラフト指名については、ちょっと難しいと口にしていた。結果的に19年の八村塁以来2人目となる日本人選手のドラフト指名とはならなかったが、NBA の道を絶たれたわけではない。今回は若手の登竜門である NBA サマーリーグには参加せず、パリ五輪に臨む日本代表に専念。 国際大会で世界屈指のシュート力で存在感アピールを狙うその後は NBA 参加の G リーグでのプレー機会を得るなど2イ契約を目指す実際同じ日本代表の渡辺裕太も18年にグリズリーズとの2イ契約から NBA キャリアをスタートさせて NBA キャリア3年目となった21年にラプターズと念願の本契約を勝ち取ることができた田臥雄太渡辺優、 八村に次ぐ日本人4人目の NBA 選手が誕生するのか、今後大きな注目が集まる。